小学生に自転車を安全に利用してもらおうと、運転技術などを競う大会が今日佐賀市で開かれました。大会には佐賀市や神埼市、鳥栖市など6つの地区の小学校から24人が参加しました。子どもたちは4人1組になって、道路標識など交通ルールについて筆記試験を受けた後、安全の確認、合図の動作や安定した走行ができるかなど運転技術を競いました。ヘルメットをかぶった子どもたちは後方や左右の安全を確認し、自転車に乗り発進。 S 字カーブでは手で合図しながら慎重にコースを進みました。またピンに当たらないようにジグザグに進むコースや、はしごの上を走るコースなど様々な関門に挑戦していました。みんな協力してミスしても大丈夫だよとか、そんな声かけができてたのが良かったと思います。自分の中で最大限の力を出せたんじゃないかって思います。競技の結果、鳥栖小学校が団体優勝し、来月東京で開かれる全国大会に出場します。